歴代の内閣総理大臣を早口で紹介。25人目は安倍信之。1、石川県金沢市に生まれ、父は旧金沢藩士の安倍信光だった。2、陸軍砲兵将校となり、陸軍少将として参謀本部総務部長などの要職を務めた。3、1936年のに弥勒事件も、軍事参議官としてほとんどの陸軍大将が予備役に編入される際、彼も予備役となった。4、1939年6月に東亜同文会議士長に就任し、同年8月30日に内閣総理大臣に就任した。5、1944年7月に朝鮮総督に任じられ敗戦を迎えた。6、戦後永久戦犯容疑で逮捕されたが、東京裁判改定直前に起訴予定者のリストから外された。これは同裁判をめぐる謎の一つとされている。その後公職追放となり、1952年に追放解除され、翌1953年に死去。死去時点で内閣総理大臣経験者としては最年長かつ最古参であった。